シエリチャンネル。こんにちは、カジエリです。お久しぶりでございます。久しぶりに今日は秋の毎日メイクをご紹介できればと思います。大事にしているポイントはベースのツヤ感と、あとピンクブラウンを使った大人秋メイクになってます。ポイントを事細かく、ブラシの使い方まで詳細に動画にしてます。ぜひ最後までご覧ください。それではメイクスタート。では始めていきます。はい、まずこちらタイムシークレットのミネラルプライマーベースのピンク、私のお気に入りです。最近ね、肌がちょっと乾燥気味、本当にちょっとですけどテカるのはね、テカってくるんですけど、なんか内部がすごい乾燥してるって感じがあるので、ちょっと潤いのあるベースを使っていきます。潤いはあるんですが、色ムラ補正もしっかりしてくれて、皮脂吸収効果もあるので混合肌さんとかおすすめです。ちょんちょんちょんとつけます。これね、潤い感がしっかりあって、ツヤ感出るのに毛穴もね、割としっかり埋めてくれて、すごい好きなんですよ。石鹸おうちコスメやし、肌がツルツルに見える。もうちょっと近づけようか。これぐらい、伸ばすときは手のひら全体を使っていきます。夏にもよく使ったんですけど、これからの季節にもぴったりですよね、この下地。うん、この時点でこうツルツルになった感じがわかります。で、やっぱり最近はリモートが多いんですよ、私。ミーティングとかが全部カメラ越しなんで、ツヤ感を意識してメイクしてます。コンシーラーは24インチコスメ使います。こっちの明るい方を取って、鼻の付け根のところ、ここがね、結構やっぱ頑固なんですよね、ずっと日焼け跡みたいな。カバールクに関してはこのテクスチャーが一番好き。固めなテクスチャー、しっかりカバーできるから、こういう頑固なシミとか頑固な赤みとかにはこういう硬いのがおすすめですね。これもミネラルコスメで SPF50PA4+ あるんですよ。結構優秀です、このコンシーラー。だからずっと使ってる。ヘアメイクさんも持ってる方多いです。で、次にナーズ。やっぱライトなね、こういう軽めなファンデーションをつけるのがいいですよね、コロナ禍は。カバー力っていうよりツヤ感を意識したベースにしてるので、このナーズを使っていきます。もう今ね、もうね、結構しっかりめにツヤ感はあるんですけど、下地のおかげで。でも、もっと肌を均一に滑らかに見せていくためにファンデーションします。なんか久々にね、動画撮るんで、こういうメイクしてる時って何喋ってたっけって、なんかちょっと撮影せえへんかっただけでなんか鈍りますねうん、肌が綺麗に見える、ツルンツルンに見える。今日は気分で自然光で撮ってみてるんですけど、なんかその方がこのツヤ感は分かりやすいかなと思ってそしたらですね、次もまたナーズなんですけども、こちらセッティングパウダーですね。これもよく最近使ってます。これもナーズのブラシです。これはツヤ感を残しながらでもサラサラになって、透明のパウダーなんでマスクにもつきづらいです。やっぱさ、マスクにつくのって、まあ、リキッドファンデとかもあるけど、リキッドとかクッションとかの液体のファンデーションの原因もあるけど、やっぱ粉が結構しっかりめに
マスクについてしまう印象があって、透明の粉にするだけでだいぶマスクにつくリスクは減る気がしますね。はい、次にいつものジェルシスを使います。ブラシはもう付属のブラシを使います。最近の眉毛は太くはしないんですけど、ちょっとシャープに作っていくことが多いですね。仕事でミーティングをすることが多いから若干キリッとさせることが多いです。こんな感じで眉尻の方に若干角度をつけます。はい、こんな感じで輪郭を描きます。そしたら明るい色で眉頭をふわふわふわとぼかします。ちょっと内側に入れるような感じで丸く回転させながらぼかしていきます。はい、こんな感じの眉毛です。比較するとこんな感じ。眉毛がねもともとないから、本当に薄いから、このちょうど眉毛が消えてるところ、なんていう、眉尻がないところから描き始めます。眉尻からこうやって描いたら描きやすくなるんですよね、私の場合。で、輪郭を定めて描いていきます。で、私の眉毛はこっちの左側の眉毛の方がちょっと下がってるんですよ、全体的に。で、こっちの右眉が上がってるんですよね。だから左右差を整えるためにこっちの左側の眉毛の上の輪郭をちょっと足すようにしてます。この上の輪郭、そしたら左右差がねあまり気にならなくなるので、こんな感じで整えてます。やっぱね、私がこのジェルシスを毎回使ってる理由っていうのはこの粉の描きやすさ。粉がめっちゃ眉毛に乗ってくれるんですよ。眉毛に乗るっていうか、その皮膚にちゃんとフィットする。で、全然消えないから色持ちもいいし、だからよくずっと使ってるんですよね。まあ、自分が監修してるコスメなんで余計にそこにこだわったっていうところがあるんですけど、使っていただいてる方はそれを実感してもらえてると思います。はい、そしたらデジャブ使います。使いますよって使います。眉毛の色をなじませます。はい、眉毛出来上がりました。そしたら次、じゃーん、 B アイドルの限定色、新しく発売されたザ・アイパレの102番愛嬌のピンクブラウンを使っていきます。本当はねこれ発売前からいただいてたので発売前に動画にしたかったんですけど、私がちょっと絶対安静の期間に入ってまして、ちょっとね発売前に撮影できなかったのが申し訳ないんですが、こんな感じのアイシャドウです。はい、このねここがねクリーム状になってます。基本的にこの上の2つはマット でこちらがちょっとしっとりしたラメって感じですね。はい、装置していくとこんな感じです。はい、わかるかな、このクリームのピンクブラウンがどうやって使ったらいいんやろうってちょっと疑問に思ってたんですけど、これはなんか二重幅の上のところにちょんちょんってつけて、でその上からこのラメを重ねることで濡れつやまぶたが作れるみたいで、そういった方法もあるみたいです。で、発色はいつもの B アイドルよりやや控えめになってる気がしました。それが私的には使いやすいなと思って気に入ってるところです。まあ、発売して多分もう1週間ぐらい経つんで、限定色で今あるかな、あると思うんですけど、人気やからもしかしたらないかもしれないっていう、ちょっとね悲しい動画になってしまうかもしれない。これ今動画撮ってるのは昨日発売されたばっかりっていう時に撮ってます。本当に後手になってしまって申し訳ないです。スックの時もそうやったんですよ。本当はね、発売前に撮りたかったんですけどね、タイミングが合わなかった、申し訳ない。はい、じゃあベースにこのピンクベージュみたいな感じ
ちょっとね、肌なじみのいいカラーしてるんで、ブラウン、ベージュの間みたいな感じの色かも。はい、そしたらつけていきます。で、これは結構広めに入れていきます。私はもう眉下まで入れます。高く丸く入れていくのが私流です。こんな感じで、はい、高く丸く入れることで色がしっかり見えて陰影がつくので、こういう優しいピンクブラウンは縦に大きく入れていくのが好きなんですよね。マットなアイシャドウを使うときってこうやって縦に大きく入れるとベースカラーを、彫りが深く見えてすごいいい感じになります。いい感じになりますってすごい抽象的やな。彫りが深く見えて陰影がつきます。で、下もなるべく大きく入れます。で、次にこちらのカラーを使います。これは結構赤みがかったブラウンです。深い赤みブラウンって感じで、この赤みブラウンはちょっと発色がいいです。だから控えめにするためにすごく手の甲でトントンしてます。やっぱドバッとね、締め色がつくとぼかしにくくなるんで、私はニュアンスカラーが好きだから、ちょっと色をふんわりのせていくようにしていきます。あんまりがっつり締め色とかがのると、なんかやっぱ濃い印象になったりとか、なんか目力が出すぎたりするんで、私は手の甲でしっかり色をこう落としてから優しい色味になるまでなじませます。こう締め色をドバッてつけるんではなく、なじませるような感じでぼかしていきます。上にこの時ブラシをこう平らにしてこうするんじゃなくて、こう垂直に当てるとドバッとしっかりめについちゃうんで、こうやってこう面を当てるようにしてくるくるくるってなじませていくとふんわりぼけてくれます。そうすると優しい雰囲気になります。はい、こんな感じです。結構ブラシの入れ方がポイントかもしれないですね。B アイドルのアイシャドウを使うときって、まあ私のメイクをする場合ですけどね、私みたいな感じでナチュラルメイクに仕上げたいっていう場合は、ブラシの使い方が結構重要かもしれない。本当にブラシツールの使い方で、あのアイシャドウの入り方って結構変わってくるんで、そういうところにも注目してもらえると助かります。そしたらこのツヤツヤ系のクリームシャドウですね。これをまああんまりつけすぎると私は怖いので、この二重幅の上、まあ、一重の方はほんとまぶたの上、そのかぶらないところにちょんちょんちょんって、目を開けた状態で見えるところにちょんちょんちょんってつけていきます。そう、最初ね、二重幅とかこうこの目の際とかに塗ると、いや、よれるやんって思ったんですけど、あ、ここねっていう、ここのことなのねっていうね、なるほどって思った次第でございます。わかるかな、ツヤ感。まあ、ちょっとこれだけではわかりにくいかもしれないですけどね。そしたら今ちょっとツヤツヤって感じでクリームシャドウをつけたので、このキラキラをつけます。陰影をつけるような感じで真ん中だけトントンって置きます。私は割と控えめ。肉眼ではうっすらしかわからないぐらいのつけ方でつけていきます。こんな感じかな、わかるかな。はい、こんな感じです。こっちツヤまぶた分かりやすいかも、光の加減で。こんな感じ。こっちちょっと分かりにくいね。こう、ああ、綺麗綺麗。ほら、分かりますね。
濡れつやまぶた感がわかります。でもまぶた触ってる感じはそんなにベタベタはしてないです。サラサラっとしてます。そしたらビューラーします。しっかり根元から挟んでクククッと上に上げていきます。私はね、目頭の方が上がりにくいんですよ。だからキュッ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 と上げて、普通に上げて、その後に目頭だけ挟むような感じで、こういう角度でまつげを上げます。目尻の方はねしっかり上がるんですけど、目頭が挟みにくいっていう難しい目をしてます、でも目頭上がらんとさ、まつげって綺麗に見えないからさ、何回か挟んでキュッキュッキュッ上げていきます。わかったわかった。そしたらこちらキャンメイクのクリーミータッチライナーの7番あずきブラウン、ピンクブラウン系のメイクにはこのあずきブラウンすごいおすすめ。あとこんな感じで長く引きます。アイラインで目の横幅を出すって感じかな。で、目頭の部分にだけアイライン入れます。目頭って言ってもここじゃなくてここに入れます。今入れたのはここの目頭と目尻、こっちまだ入れてないんで、ここに入れます。なんでかっていうと、目頭のここにこうグッと目力が欲しいんですね、私は。だからこの真ん中はいらないから、目頭と目尻の方にだけ引くようにしてます。そうするとね、目の横幅が出るんですよ。この目頭と目尻にこう引くと、この黒目の上側にこう描くと全体がこう大きくなるって感じなんですけど、目頭と目尻にだけ引くことによってこう横長にしていくって感じ。アイシャドウは縦に大きく入れて、アイラインでこうやって目頭と目尻に引いて横に伸ばしていくような感じで、ナチュラルなデカ目を作ってます。全体に入れすぎるとさ、なんか目力ありすぎて強い印象になるんで、ナチュラルにするためにはそういう入れ方してます。下まぶたはちょっとまた独特なんですけど、この一回鏡見ますね。この黒目の外側の位置から直線的に横に引っ張るような感じで入れていきます。こうちょうど黒目の外側ぐらいからな感じで横に引っ張っていきます。そうするとね、目の形のバランスが良くなるんですよ。私は若干目尻の方がキュッと上に上がってるタイプなので、目を真横にフラットにしたいっていう時はこうやって直線的に引くと目が横長に見えてくれます。で、エナモルの6番のブラシ、こういう細いブラシ、これでこのアイシャドウ、赤みブラウンですね、締め色のカラー、このカラーをここね、この分離しているところをなじませます。こういう細かいひと手間がすごい綺麗なまぶたを仕上げるコツです。見えてますかね。で、マスカラはセザンヌのボリュームラッシュマスカラ、ブラックを使います。こんな感じで若干曲線的なブラシになってて、ザクザクのブラシです。で、今日はボリュームがちょっと欲しくてボリュームマスカラを使います。でもね、これ結構優秀でダマにならないんですよ、全然、はい、私の塗り方はブラシを自分のこうやってまばたきして迎え入れてあげるっていう塗り方です。
なんでブラシはほとんど動かさない。ちょっとまあ動かすけど、なんかがっつり動かすことはなくて、自分から迎え入れてあげた方が綺麗に馴染みます。下まぶたがっつりマスカラ塗ります。そしたら次はリップに行こうかな。今目元完成したんで次リップ塗ります。リップは最近私がめちゃめちゃよく使ってるクリニークのイーブンベターポップの13番。これピンクブラウンで超可愛いんですよ、秋らしくて。これを塗っていきます。こんな感じで滑らかでクリーミーなリップです。大人っぽい仕上がりになるんですよ、このリップで。その上にこのボビーブラウンのグロスをつけます。全体につけるんじゃなくて、ちょっとツヤをプラスするような感じで、若干このリップの山の部分をはみ出して塗ります。こんな感じ。めっちゃ可愛くない？この色、この組み合わせが最近好きすぎてインスタにも載っけましたで、チークはこちら最近購入したんですよね。 MAC のエクストラディメンションブラッシュ、ハッシュドトーン、赤みがかったちょっとツヤ感のあるチークです。すごい可愛いんですよ、これも。このリップに合うし、なんかブラウン系なんですけど赤みがかったブラウン系で、すごい色っぽい仕上がりになります。秋らしく色っぽくなりたい方はこのチークおすすめ。エナモルの1番のブラシでつけていきます。まあ、リップが結構しっかり色づいてるのでそんなに入れないんですけど、黒目のちょうど真ん中あたりからこう下がってきて、それより内側に入らないようにこのラインに入れていきますこの十字架のライン、ここちょうど今ね、笑った時にピカーンってなるところ、ここに優しく丸く楕円形に入れていきます。あんまり内側に入ると可愛らしい印象になっちゃうので、ちょっと大人っぽくしたいときはこの黒目よりも内側に入らないように、可愛らしい印象にしたいときは内側に入っていいんですけど、大人っぽくしたいときは外側に入れていく、黒目よりは。それだけでね、結構印象変わります。わかるかな、可愛いこのチーク。最近チーク全然買ってないなと思って、久々にそのコスメカウンター行って、まあ撮影もあったんで、それを機にちょっとコスメカウンター行っていろいろ見てたんですよ。そしたらまあ秋っぽいチークでちょっとツヤ感のあるこういう色探してて MAC にあったんですよね。でもなかなかねなかったんですよ、自分の好みの、まあ、こういう色欲しいなと思ってる色が。他NARSとかボビーとかなんかちょっとかっこいい系のねスタイリッシュなブランドでいろいろ見てたんですけど、あんまりなくって、やっと MAC にあったと思って最初当初狙ってたチークと違うシリーズだったんですけどね。当初狙ってたのはミネラライズブラッシュ、あっちの方がなんかツヤ感ある印象だったんで、そっちのなんか光沢感が好きでそっち狙ってたんですけど、こっちのエクストラディメンションブラッシュもすごく優秀だった。最後またこれ出てきます。陰影といえばこれですよね。やっぱ今陰影のない顔なんですよ。陰影のないというか、なんていうんやろ、シェーディングとハイライトをしてない顔ですなんですけど、シェーディングとハイライトをねした後ってやっぱ奥行き感がね出るんで、顔が立体的に見えて小顔にも見えるし、リモートであってもこういう陰影っていうのは超大事。
私どんなメイクの時も、まあ、すっぴん風のメイクの時はしないけど、基本どんなメイクの時も陰影は必ずつけます。シェーディングっておざなりになりがちだけど、シェーディングがねメイクの中で結構大事な役割だと思います。あるのとないのとでは全然違うので、まあ、美里ちゃんと一緒に撮ったコラボ動画でもシェーディングの偉大さっていうのがすごい伝わったとは思うんですけど、シェーディングってね本当大事なんですよ。顔周りに陰影を出すっていうのは、私は特にこの額の横側、ここ額を丸く見せたいんで、ここの外側、このね生え際の外側にまず影をこうやって入れるんですよ。そうするとここがへっこんで見えて、ここが出るように見えるじゃないですか、真ん中が。でおでこが丸く見えるんですよ。でマスクメイクってめっちゃおでこ重要やと思ってて、意外とね盲点なんですけど、おでこに光が当たったり立体的に見えるだけですっごい肌綺麗に見えるんですね。だからマスクしてたらこっから上しか見えないから、おでこの方が面積広いんですよ、肌が綺麗って言われる面積は。だからおでこを綺麗に見せると肌綺麗に見えるんで、おでこのシェーディングマジで大事です。これは言える、盲点だけど言える。マスクメイクでねおでこの立体感超大事ですよ。これめっちゃ入れるやんと思ってるかもしれないんですけど、すっごい薄い色を重ねてるので大丈夫です、はい、おでこねこんな感じで入れました。そしたらハイライト、ハイライトはこうピンクがかったパールが入ってる透明感のあるハイライトなんですけど、これもね私はここの生え際のところに入れてるんですが、なんかめっちゃ褒められる。このハイライトはツヤ感がすっごい上品で、なんかねギラギラしないんですよ。これすごい自然じゃない？今めちゃくちゃ日光が当たってるんでわかるかもしれないんですけど、はい、こんな感じでね入れていきます。で目の下に入れます。私は頬骨がちょっとだけ気になるので、頬骨の上とかこの辺に塗ると頬骨がこうがっつり出て見えてしまうから、どっちかっていうとこう内側にハイライトを入れます。目の下あたりに、頬骨気になっている方はちょっと内側に入れるように心がけてみてください。デコがねほんと丸く見えて綺麗に見えるとめっちゃ褒められる率高くなるんで、一回騙されたと思ってやってみてください。はい、メイクができました。ちょっと時間も経ってしまって日が落ちてきてなんか影入るところがね変わってきましたけども、はい、じゃあねこの後髪の毛をやっていきたいと思います。少々お待ちを。はい、ヘアメイク終わりました。こんな感じでございます。ちょっと光が差し込んできてしまったので若干引いて、こんな感じです。自然光だとね時間が経つとこうやって光がちょっと差し込んできちゃったりするのでメイク分かりづらくなるかもしれないんですけど、こんな感じでピンクブラウンを使って大人メイクすることに最近ハマってます。で前髪も今ね一応前髪こうやって出すことはできるんですけど、比較的おでこを出して大人っぽく仕上げることが多いかな。やっぱりその陰影のところでも話したんですけど、おでこがね綺麗に見えるだけで肌が綺麗に見えるってことがすごくマスク生活してて分かったので、おでこは出すようにしております。全体的にピンクブラウンを使った統一感のあるメイクになったと思うので、ぜひ皆さんも参考にしてみてください。それでは今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。よかったらチャンネル登録とグッドボタンを押していってください。ありがとうございました。